問題45。災害対応について適切なものはどれか2つ選べ。1番。深部静脈血栓症、肺側栓症、いわゆるエコノミークラス症候群は、長時間同じ姿勢でいることから生じやすいので、こまめに足を動かすことなどで予防する。深部静脈血栓症、肺側栓症、いわゆるエコノミークラス症候群は、 長時間同じ姿勢でいることから生じやすいのでこまめに足を動かすことなどで予防するというふうにやりますがこれはその通りで丸ですねエコノミークラス症候群っていうのはあの飛行機のエコノミークラスですよね要は狭いということですねで足の静脈なんかでこうあの血流が悪くなって血栓ができるということですね 血の塊です。血栓ですね。で、それがこう立ち上がったりとか動き始めたりした拍子にこう流れるわけですね。そうするとその血の塊というのが肺で詰まると。まあそうするとこう呼吸困難になるということですよね。これをエコノミークラス症候群というふうに言います。まあひどいと亡くなったりなんかもしますから、まあ注意が必要ですよね。特にあの車中泊なんかをするときですよね。 あの、東日本大震災とか、熊本の震災とかの時なんかにこう、あの、車中泊する人なんか多いですけど、ああいう時にこう、なりやすいわけですよね。足をこう、伸ばしたり動いたりできないので。なので、まあ、こまめにこう、運動するとか、歩くとかですね。あるいはこう、足をマッサージするとか、そういったことが大事だよ、ということですね、予防には。ということで、1番はこれ、その通り、丸であると。で、その次、2番。災害時においても、個人情報保護の観点から、 要援護者の個人情報の提供及び共有は行うことができない。災害時においても、個人情報保護の観点から要援護者の個人情報の提供及び共有は行うことができないという風にありますが、まあ、これは誤りですよね。個人情報保護法、個人情報保護よりもまあ、その人の命あるいは健康こういったことを守ることの方が優先ですから。 この場合に、情報、個人情報の提供や共有なんかを知ってもですね、まあそれでどうこうなることっていうのはありません。ということで2番はこれは誤りと。で、その次3番。災害時の新たな課題である生活不活発病は、活動低下により身体機能が低下した状態をいい。要介護者のみに生じる。災害時の新たな課題である生活不活発病は、活動低下により身体機能が低下した状態を良い,い。 要介護者のみに生じるというふうにありますが、これはあまりいいですね。で、生活不活発病というのは確かにあります。これ肺陽症候群と言ったりしますね。むしろそっちの言葉の方が馴染みが深いんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあこれは活動低下によって生じる身体機能とそれから精神心理機能ですね。これの低下のことを言うわけですね。が低下した状態のことを言います。身体機能だけじゃなくて 精神心理機能ななんかもそうになりますね。まあ上げればきりがないぐらいありますけどまあ浄であるとか、まあ、関節の拘縮とかあるいは体を動かすたら筋力が落ちますよね。なので筋力低下とかあるいは心肺機能の低下であるとか、えー、起立性低血圧であるとか便秘とか食欲不振とかあるいはうつ状態とかですねそういうようないろんなものがありますけどね。 まあこういうのを生活習慣病。あ、ごめんなさい。<laughs> 生活習慣病は全然違います。あの、肺腰症候群というふうに言うわけですね。えー、ということで、これは要介護者のみに生じるものではなくて、まあ全ての人に起こり得るものになりますから、活動低下なればですね。ということで、これは誤りということになります。で、その次の4番。人工呼吸器等電源。 を必要とする医療機器使用者の停電時の対応については平時より主治医等と話し合い対応を決めておく人工呼吸器等電源等電源を必要とする医療機器使用者の停電時の対応については平時より主治医等と話し合い対応を決めておくというふうにありますがまあ、これはその通りで丸ですね まあ電源が必要なものというのは、まあ、定年なんかだったら持ちませんからね。でいざとなってどうしようどうしよっという風にバタバタしてもしょうがないので、まあらかじめですね、専門家の意見を聞いた上で、どうするかっていう対応はですね、関係する人たち家族なんかともですね、情報を共有しておくことが必要と大事だよということですね。で、この人工呼吸器なんかもですね、まあ、いきなり動かなくなるということはないですね。あのバッテリーというのがありますから。 内蔵バッテリーというのがありますので、持つは持つんですけれども、ただ持っても数時間程度ですから、まあ3時間から5時間程度のものになりますので、まあずっと,と1日とかっていうのは持たないわけですね。なので、まあ対応というのは急務になりますから、まあ、あらかじめ決めておく必要があるということですね。ということで、4番はこれその通りで丸と。で、その次5番。福祉避難所の対象者は、高齢者や障害者など、 避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とするものとし、その家族は含まない。福祉避難所の対象者は、高齢者や障害者など避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とするものとし、その家族は含まない。というふうにありますが、これは誤りです。その家族も含みますよということが、これは福祉避難所の 確保運営ガイドラインっていうものがあるんですけど、内閣府が発表しているものでこういうようなものがあるんですけど、それの中で家族も対象としていますよというふうに定義されておりますので、これは誤りということになります。福祉避難所の対象者は、まあ、高齢者とか障害者とか乳幼児ですね。まあ、こういうようなあの要配慮者ですね。えー、それからその家族というふうに定義されております。ということで5案はこれは誤りということになりまして、 災害対応について問うているこの問題の正解は、1と4の2つが正解しとなります。繰り返します。1番、深部静脈血栓症、肺側栓症、いわゆるエコノミークラス症候群は、長時間同じ姿勢でいることから生じやすいので、こまめに足を動かすことなどで予防する。4番、人工呼吸器等、電源を必要とする医療機器使用者の停電時の対応については、 平時より主治医等と話し合い対応を決めておくこの2つが正解詞となります解説は以上です